ふざけんなよ、お前。お前みたいなやつが教育者とか言ってっかダメなんだよ。冗談じゃねえよ、お前。なかなかしっかりとした資料を作っていると思うんですけど、いきなりこんなことをお伺いして申し訳ないんですけど、この資料ご自身で作られました？まあ一部そうですね、引用したデータはあります。そうですよね、はい、それどうやって入手しました？結構機密情報載ってますよ、うん、他社の。そうですね。なのでまず自分で作ってないですよね、これ。そのままコピペですよね。そこがまず気になって、僕見たことあるんですよ、この資料。なんでそれをそのままコピペで自分の資料みたいな。そこがいきなり気になっちゃって申し訳ないんですけど、全部作ってないですよね。コピペですよね。まあ、コピペもありますね。そこが気になっちゃって。しかもこれが多分部外秘の情報ですよね。そうですね。それ使っちゃっていいんですかね。まあ、許可は取ってます。本当？はい。ちょっとにわかに信じがたいですけどね。お父さんっていうのやめろよって。お前過去問解けねえのか、お前は。そこも言ってなかった。あと言い訳すんなよ。はい、学んできて。言い訳すんなって。はい、見てねえだろ。お父さんって普通さ、こういう場に座った時に言わない方がいいですよってコメント何個も来てるよね。なんで今お父さんって言ったんだよ。まあ赤ちゃんか。違う。じゃあパパって言えば。そういうレベルの話してんだよ。でイタリアンカフェから可愛い子がいるからに変わったらお前通ると思ったんか。お前ヤマビレベルの脳みそだよ。点数も自己申告でしょ。自分で採点したんでしょ。いや、じゃあ普通だったら模試を受けてそれを持ってくるのね。あ、今日ちょっと持ってくるのを忘れてしまったん。いやだから赤ちゃんなんですかって聞いてんじゃん。あのさ、受験生が勉強するのってさ、赤ちゃんが指しゃぶんのとかさ、赤ちゃんが寝るのとかおっぱい飲むのと一緒なんだよ。まず当たり前なの勉強するのさ。お前受験生なんだろ。しかも何浪？二浪です。お前二浪が勉強しないわけねえだろ。お前バカなのか。お前本当に、お前言ったよな。お前前回さ、お前の親に言ったよな。親なんつってんだよ、この動画、これ前回の動画見て。親見てます。見せた方がいいぞ、マジで。お前の不甲斐なさ、そこに至る手前で私はそこ、そういった子供たちを救いたいっていうのはあります。実はまだ違和感があって、個人的には B スクールに行きました、真鍋さんのとこ行きました。でも彼女にはその後の人生があるわけじゃないですか。ずっとフリースクールの中で生きていくことはできないですよね。はい、その子たちはどうなっていくんだろう。そうなんですよ、本当にそうなんですよ。でそこのなんか真鍋さんなりのそのビジョンというかが本当に聞きたくて。そこはどうなんだろう。そうですね、そこに関して私もそこまで考えきれてなく、見切り発車の状態でスタートしてしまったなという。だからダメなんだよ。はい、冗談じゃねえ、軽く言うなお前そんなこと。はい、バカじゃねえのかお前。私そこまで考えられてなくて見切り発車の部分もある。じゃあそこに通うお前、子供たちの責任どうやって取るんだお前。ふざけんなよお前。お前みたいなやつが教育者とか言ってっかダメなんだよ。冗談じゃねえよお前。俺曲がりなりにもずっとやってきて、お前みたいなやつがいるからダメなんだよ。よう言うたら自分の口で。その辺が考えられてなくて見切り発車しました。ふざけるな。で、金取るんだろう。何のために君はフリースクールやってんだ。どうしたいんだ、その君のフリースクールに通う子供たちを。その子たちの将来本当に考えてやってんのか。銭儲けだったらこんなことやらなくたって他に稼ぐ方法なんぼでもあるやろ、この時代。教育やってんだろ。はい。なんだ、公立の学校の先生だったらお前給料が大したくもらえないから、なんかこの教育の業界でお儲けしたいからやってんだから、そうとは聞こえないよ俺。君がこんなことわざわざやろうとしてんなら、だったらそれぐらいの理念持てやお前。はい、腹立つな本当に。お客さんは子供でも実際その決済するのは親って考えた時に、はい、ある程度のそのフォーマルさとかマナーっていうのは必要になってくると思うんですよね。うん、なるほど。はい、例えばなんか資料を取るのに椅子に座ったまま体180度回転させて取った行動とかはなんか、舐めてんのかなって思いましたね、正直。今多分自分の考えたことを虎の方にフィードバックされて、ただ気持ちよくなってるだけというか。はい、まあそこは否定しないです。正直自分でいいアイデアだなと思って、それをビジネスやってる方にちょっとぶつけてみて、
意見は聞きたいっていう気持ちは正直ありました。だから多分やんないっすよね、お金もらっても。お金もらって何もしないはないと思います。多分やれないと思いますよ。まあまあ何もやってないっていうわけではないんで。だからそれをなんでじゃあ10年温めてたんですか、いいアイデアだったのに。まず先ほど言った通り、余裕ないっていうのは嘘じゃないですか。事業そのものに対するこうなんていうんですかね、思い入れがやっぱ薄いんだと思うんですよね。それをなんで僕らが背中を押さなきゃいけない。いや、まあそうです。センスは認めていただけるのかな、はなんか自分で満足できるのかなと思ったような。多分麻雀の麻雀のスタッフ連れて居酒屋で語ってる方が多分いいと思いますよ。これは。ここで発表する話じゃないというか、なんかビジネスコンテストとか発表会みたいに行って、でなんか承認欲求だけ満たされれば終わりの話で、多分お金もらってこれやりきるって無理だと思うんですよ。ここでビジネスのこうフィードバックをするのがそもそも腹が立つというか、話盛るとかちょっとプレゼンでよく見せるとかそういうのはいいと思うんですけど、その結果他の人の人生まで巻き込んで嘘ついて迷惑かけるのは、それ嘘でしたってヘラヘラ笑ってそれで済ませるのはちょっとムカつきましたね今回。純粋に 100% 上口さんのことをすげえ僕今まだ好きになってないね、悪いけど。だったらやめといたら。いや、だからやるんです。それはおかしいよ。おかしくない。今南原さんが言ったように今の時点でそうならやめとけばっていうのは全然僕はそういう感覚にならなくて、だから1時間とか1時間半でお互いの人間の本質が分かるわけないんだよ、そんなの。だったら番組自体やめたら。いや、そういうことじゃないと思う。1時間で分かんないだったらやめたら。じゃあ南原さんっていつも1時間で分かってたの？分かってて出したの？分かろうと努力して出したのは。じゃあ全部成功したの？成功してないものもあんじゃん。ある意味の成果は出してる。ある意味って何ですか？それ岩井さんに言う必要もない。いや、それは意味わかんないわ。飲食店の宣伝アカウントだなって思われたらフォロワー来ないと思うんですよね。だからそこをどうします？そこはですね、本当に痛いところなんですけれども、本当に今さっき言われてた通りなんですけどね、はい、痛いところ疲れましたって、はい、いやいや、痛いところ疲れましたじゃなくて、はい、正直いや、そんなこと誰でも分かることやよねっていう話なんですよね、はいはい、だからそういう痛いところ全部潰してからプランとしてこれいけると思うんで300万出してくださいっていうのが僕は普通だと思うんですけど、はい、なんか痛いところ潰さずに来てますよね。役員報酬はもらわないつもりでいるけど30万はもらいますっていうのが全然意味が分かんない、うん、意味が分かんないね、うん、もうバカにしてるのって思っちゃう。そう聞くとね、役員賞もらわないですって言ってて、でも人件費は30万もらいますって、それが役員報酬でしょって話じゃない。我々も経営ずっとやってるから、プロなんで、適当に作ってきたら適当に作ってるなってすぐ分かるんですよ。僕、これ見て、もう2、3分で分かったら、これ、すごい適当だなって。今までの、令和の虎も見ていただいてますよね。結構見ました。はい。じゃあ、ラストステートメントですって言ったら、すごくコンパクトに最後の一言を、志願者の方が言ってるのって理解されてますよね。じゃあ、もう一回いきます。はい。はい。では、佐々木さん、ラストステートメントです。はい。皆様にはですね、本当に場違いのようなお話だったかもしれませんけれども、なってしまうんですが、 If it's a fun ということでございまして、新しい仕事をするときにそれが面白いか面白くないか、皆さんもですね、時々ワクワクっていう言葉をお使いになる、それがすごく私の意味に残っております。で、私もビバリーヒルズのギャラリーに行きまして、でたくさんのアメリカ人のお客さん、日本人のアーティスト、そういった方に囲まれたときにとってもワクワクいたしました。でそもそもですね、芸術それ自体すいませんごめんなさい、長いですか？いや、長いに決まってますよごめんなさい何言ってさっきより長いじゃないですかやばすぎ、本当やばすぎますよなるほどやばすぎ、ごめんなさい、佐々木さんの講演会かこれはすいませんで、はい、やめてくださいよこれ読み上げるのあなたの、はい、腹の中から心の声を最後にコンパクトに伝えればいいだけなのに、うん、なんでこれがいるんですか、はい、何なんですかこれ高澤さん怒ってますよ申し訳ございません。ぜひそれ出してお願いします。はい、わかりました。はい、一個だけ質問してもいいですか？はい、お願いします。このビジネスをやるにあたってなんか一緒にやって動いてくれるような仲間というか、一緒にじゃあ2人で会社立ち上げようぐらいの意思を持っている友達というのはいますか？その結論います。その僕のその同年代の友達ではなくて、その先ほどのその自由記述にも記載しました藤本社長です。でその彼もその喫音症でして、その実はそこが大きな肝に、うん、はい、そのなるんですけど、彼も喫音症でしてと同時にその
と同時にそのエンジェル投資家であり、そしてその何よりもその AI 開発会社をその経営しているので、その、ですので、はい、行動上でのそれが、そこが信念ってことですよね。要はこれ手段ですよね、クラウドファンディング。信念は志願者にやっぱお金をつかみ取るっていう体験を経て、まあ、いろんな幸せのことが起きてほしいってことですよね。それって令和の虎に出るだけじゃダメなんですか。視聴者からやっぱり応援する人に回りたいっていう人のその価値を高めていきたいなと。すみません、わかんない、フォーカスがわからないです。その志願者につかみ取ってほしいのが信念なんですよね。なんで今それで今度視聴者がお金払う方に変わったんですか。ブレてるんですよ、わかります。信念がわかんないんですよ。僕がずっとなんか残念だなと思ってるのはもう浅いんですよ、全てが浅いんです。でなんかすごい喋り方は丁寧でいいんですけど、その丁寧さゆえに浅いんですよ、言ってることが。信念なんですか、何をしたいんですか。志願者に要はお金を手に入れて何か人生変えたい人に掴み取ってほしいのが信念っておっしゃったのに、なんで今そこからずれるんですか。視聴者にお金を払ってほしいとか、その誰をどの状態にしたいのかが今もうすでにターゲットからずれたんですよ、今話してて。もう一回聞いていいですか、信念なんですか。志願者に成功してほしいから。じゃあそれぶらさないでください、今後のコミュニケーションで、はい、いいですか。どういうふうにやっぱ貯めていこうって考えてます。あ、別で例えばクラウドファンディングいろいろあるんですけど、あの投資を結局募ることになります。投資を募るっていうところ前提で頑張るですか。そうですね、基本そうです。やるんだったら、声かけてよ、いくら出してあげるとか、そういうお話はちょっとあるんですよ。実際にはそういうところから集めても全然いいかなと思ってるんですが、なるほど。じゃあ別にここで集めれなくてもそういうところに声かければ僕に投資してくれる人はいるよっていうことですね。小口で集めればいけるかなっていうイメージ、うん、300万ってその程度かなと思ってるので。その程度、利益の 1% を T シャツ作成に還元してとか、綺麗事を言ってるだけにしか聞こえなくて、インスタも人のものだしね。あとやっぱりこのホググとナオルの件を出して人の上げ足を取る人は私は成功しないと思ってます。名前の紙踏まれたりとかしてもすごい気になったんですけど、うん、とかまあ、さっき椅子もこうボーンとやったりとかってもすごい気になるんですけど、なんかそういうところからじゃないかなって僕はちょっと思ってしまったのが、事業云々じゃなくて、仕事とかじゃなくて、そういう人としてってことですよね。まあ、そうですね、人にこうお付き合いするそういうところからじゃないかなってちょっと分かりました思ったのが本音です。すみません、ごめんなさい。人って何ですか。人ですか、はい、説明できますか。今人としてって言われましたけど、僕が誘導したんですけど、はい、人について教えてもらってもいいですか。僕は回答を持っています。今人っていう言葉を使われて人としてどうなのかな。いや、仕事場で一般的にやっぱお金もらったり、一般的にですよね、ごめんなさい。だってあなたご自身でだって来てるんじゃないですか。ここにだってお金いただきに皆さんに来てるんじゃないですか。はい、でご自身の考えここに持ち込んだりとかっていうのは僕ちょっと違うんじゃないかなって思いますよ。そうですね、投資家の意見をもし論聞くのは大事だと思うんですけど、もし可能でしたらそのごめんなさいね、乗してしまって、ここにお金をいただきに来る一人の人間としてっていうことじゃないかなって思います。別にそれはご自身を ご家庭とかお家とか別に自由にしたらいいと思うんですけど、やっぱりここに来たらその TPO に合わせてそこの場に合わせて、うん、やっぱりね、お金を皆さんがいただくわけですから、相手に気遣いがあったりとか、はい、そういうのはあって当然なんじゃないかなってちょっと個人的には思います。話すことがないというか、他のそこに座って来られる志願者の方に対してものすごく失礼なことを多分されてるんですよ、はい、そこだけは認識してほしいなっていう、はい、最悪、僕らとの時間とかも結構使ってはしまってますけど、そこよりもなんかそこに座られてる方々のをちょっとなんか軽視すぎかなっていうとこは思ってほしいなっていう感じでしかないですね、はい、全くストーリーがないんで自慢話を聞きたいんですよ今。自慢話ですか、はい、毎日飲んでくれてますね僕は。自慢になるかどうか分からないですけど、この生活がずっとできればなと思いながらもやってるんですけど、すごくないですよね。遊び人じゃねえかいや全然すごくないですよね全然すごくないし、そんな人になんかお金を出す気になれないですよダメだよそれじゃん。あれさん黙ってずっと聞いてらっしゃいましたけど、ぜひ感じたことを、はい、まあいろんな人がいろんな人がいるなっていうか、うん、まあ
まあ、宣伝みたいな感じですよね、だからね。そうですね、うん、まあ、宣伝にはあんまり利用されたくないですね、僕は、はい、うん。